来週末低気圧の通過で荒れた天気となりそうです。森田さん、この先のお天気はいかがでしょうか。はい、1週間後の日曜日、はい、寒気が強いやつ入ってきます。でそれがその後ずっと居座り続けそうなんですね。はい、で上空の寒気の状況、まあ、これが今なんですけども見ていただきますと、はい、ここ大陸にあった寒気が日本に流れ込んでくるんですけども、はい、一回抜けた寒気がまた戻ってくるというのが見えますかね。なんかこんな感じで、はい、渦を巻くような形で、残っているのが見えるかと思います。はい、でこの17日以降なんですけども、この北に回った寒気がまたやってくるということで、しばらく続くような形になりそうです。はい、そうしますと日本近辺、来週まで結構暖かいんですけども、ガクッと下がります。どのぐらい下がるかなんですが、福岡の気温見ていただきますと、福岡は1日早く16日、これ土曜日ですね、来週も、はい、15日までは平年を大きく上回る日が続くんですけども、はい、16日からガクッと下がって17日以降は最低気温も最高気温も平年よりも低い状態が続くという形になりそうですね。はい、ですから暖かい時とそうでない時の温度差がものすごく大きくなりそうです。そして、大阪は17日からガクッと下がっていくような様子が見て取れるかと思います。はい、東京も見ていきますと同じような傾向ですね。東京はまあ来週1週間もちょっとアップダウンがあるんですが、来週の金曜日に、金曜土曜日でね、ぐっと上がった後下がって平年並みか平年以下の状態が続くということで、結構来週は日曜日以降ですね、はい、ずっとこの寒い日が全国的に続くという形に変わってきそうです。はい、わかりました。この先の気温の変化がかなり大きくなりそうですので、皆さん体調にも気をつけてお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。